今アステイ45の7階にある、アステイ献血ルームの目の前です。一応人物の顔は撮影しないという条件で、撮影が許可されました。この献血ルームはね、確かね、7、8年前かな、ブログ開設前に訪ねたことなんですよね。北海道レッドクロスブラッドセンター。
こちらは、なんかリニューアルされたって聞いたんですけど、はい、リニューアルされたとか。リニューアルはここ古い、一番古いんですよ。10年経ってますね。今リニューアルしたのが、移転したのが大通り、大通りの方に献血ルームあるんですけど、こちらの方が6月に新しくオープンしか移転したんです。あと山の手塚の北海道の基幹センターなんですけど、血液センターの、それが、ちょっとまた新しく建物、今年の7月から移ったんですよ。あ、そうですか。こちら、はい、そうですか、うん、あ、これがね、はい、こちらはリニューアルされてない。ここはもう10年、リニューアルしてから10年。あ、そうですか、はい、前確か、うん、10年まで経ってないですけど、ここもう何年か経ってますね。 7,8 年前に来たことあるんですが、うん、ちょっと変わってるかもしれない。その頃とは、ね、そうですね、なんか少し広くなってると聞いたんですが、そうですね、多分入り口の方になんかカウンター受付あったの時かもしれないですね。すぐ入ってきて。そうですか、はい、もう記憶は全然ないんですけどね、はい、結構かそこから。そうですか、あ、はい、これね、あ、大通り献血ルームね、ここはね、ここはまだ行ったことないんですよ。というのはこれ今までは全血でしたでしょ。そうですね、今年からの新しく移ってから成分献血も、まあ、そうですか、台数少ないんですけど、ね、できるようになったんですよね。じゃあ次回札幌に行くついでがあったら、ここに挑戦してみましょうかね、この大通り献血ルームですよね。大通りもあるし、新札幌と、あ、これは行ったことありますね。あ、新札幌、これは行ったことあります。新札幌もですね、ちょっと移転したんですよね。あ、そうですか、うん、あのディオの上の方にあったし、今度地下の方に、そっちの方も多分新しくなってますね。あ、そうですか、なるほど、わかりました。じゃあお持ちになっていただいて。はい、わかりました、はい、どう、こんな感じですかね。切ります。